Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日のフランス語の動画では、Il s'agit de という表現について一緒に見ていきましょう。まあこれは結構皆様から質問をいただいている内容で、Il s'agit de という表現を辞書で調べたりしても、なかなか使い方がわからないというものが多かったので、今回はそれについて説明します。Il s'agit de というフレーズは、まあ、フランス語では結構頻繁に聞くフレーズかなと思います。ただし難しいのは、この agir という動詞。これは実は行動するという動詞なんですけど、il s'agit de というフレーズの中だけでは、この行動するという意味は全然使われません。全く違う意味で使われます。で、結構これは習得してしまったり慣れてしまうと、まあ、かなり使いやすく便利な表現なので、一緒に見ていこうかなと思います。まずは、il s'agit de の様々な用法について簡単に説明させてください。まあ、例文を用いてパパパって見ていきましょう。3通りあります。まず一つ目は、それは何々に該当する。こう表現するときに、il s'agit d'un pingouin とか言ったりします。il s'agit d'un pingouin というのは、あれはペンギンです。つまり、それはペンギンに該当するという意味になります。続いて二つ目の使い方として、〇〇に関することです。ということもできます。例えば、il s'agit de Peggy。まあこれだけだと、該当するのか関することなのかわからないですけど、例えば、j'ai un problème。il s'agit de Peggy というと、私はちょっと問題を抱えてます。il s'agit de Peggy。ペギーに関する問題です。こういうように使います。まあ、後でもうちょっと詳しく一緒に見ていきますね。そして三つ目として、〇〇しなければならない。これはかなり珍しい言い回しになりますけど、実はこういう時にも、il s'agit de という表現が使えます。例えば、il s'agit de travailler。これも、まあ、仕事をするに該当するみたいな、仕事をするに関係することです。という意味として使うこともできるんですけど、il s'agit de travailler というのは、il faut travailler。仕事をしなければならない、働かなければならないという意味として使うことができます。それでは早速一緒に見ていきましょう。まずは、まあ、最も多くの場合、これはほとんどなんていうんですかね、80% ぐらいの確率で、il s'agit de という表現が出てきたときには、これは何々ですとか、それは何々に該当するという意味になります。これが最もフランス語で、まあ、多く使われる il s'agit de の言い回しの意味かなと思います。ただし、まあ、ちょっと丁寧な言い回しというか、かしこまった場、改まった場で使う表現なので、まあ、フォーマルな場って書きましたけど、カジュアルでももちろん使えますけど、どっちかというと、まあ、改まった場、かしこまった場で、筆記とかで、il s'agit de を使います。ただし、まあ、フォーマルな場限定というわけではないです。どちらかといえば、フォーマルな場で使うという意味ですね。で、類義語としては、c'est 何々とか、ce sont des 何々というものがあります。なので、まあ、基本的には皆様がよく使う、この c'est 何々、ce sont des 何々。この表現が、まあ、カジュアルでは最も使われやすいです。で、il s'agit de も同じなんですけど、まあ、繰り返しになりますが、ちょっとだけ改まった表現になります。では、どんな使われ方をするかと、一緒に見ていきましょう。例えば、connaissez-vous le site internet de Peggy? Il s'agit d'un blog qui parle de la France et de la langue française. これは、connaissez-vous le site internet de Peggy? Peggy のインターネットサイト、まあ、ウェブサイトをご存知ですかという質問ですね。connaissez-vous le site internet de Peggy? Il s'agit d'un blog qui parle de la France et de la langue française. この il s'agit というのは、まあ、類義語として挙げてますけど、c'est と同じなので、c'est un blog qui parle de la France et de la langue française と全く同じ意味です。ただし、ちょっとこう、ワンランク上のかしこまった言い方ですね。なので、il s'agit d'un blog qui parle de la France et de la langue française というのは、それは、つまり、
ペギーさんのウェブサイトというのは、フランスやフランス語に関するブログです。という意味になります。他にも、Il s'agit d'un simple malentendu。これは結構こう定型的なフレーズとして使います。Il s'agit d'un malentendu とか、Il s'agit d'un simple malentendu。これは、それは単なる誤解です。それは誤解です。こういう風な意味を伝えるときに、Il s'agit de を使います。もちろんこれも、C'est un malentendu。C'est un simple malentendu と言ってもいいんですけど、まあ、それは誤解ですと、例えば知らない相手に話したり、まあ、ちょっと目上の人とか、まあ、会社の、こう、デスマス、日本語ではデスマスで、ちょっとこう、丁寧語を使うときに、Il s'agit d'un simple malentendu と言ったりします。もちろん、せでもいいんですけど、Il s'agit の方が、まあ、ちょっと、こう、改まった感じがして、かっこいいです。こんな感じで、この Il s'agit de というのは、まあ、覚えるとすれば、せ何々と全く同じ意味だと覚えてしまうのが一番楽だと思います。で、ちなみに、de quoi s'agit-il? これは質問形になりますけど、de quoi s'agit-il? もしくは、de quoi est-ce qu'il s'agit? ということもできます。ただし、まあ、de quoi s'agit-il の方がもう本当にフォーマル、定型的な文ですね。これは何の話ですか?どういう要件ですかという意味になります。例えば、まあ誰かがこう電話を受け取っていて、その人が、あ、なんか大変だ、なんか電話話しているってなった時に、De quoi s'agit-il? 一体何の話だ?一体何の話をしているんだ?ということもできます。もしくは、まあもちろん自分に電話がかかってきて、あろうって答えて、なんか問題がありました。あ、De quoi s'agit-il? どういうことですか?何の要件ですか?という意味で、de quoi s'agit-il を使います。まあ、もうちょっと砕けた表現を使うと、まあ、qu'est-ce que c'est? 皆様ご存知の qu'est-ce que c'est? なんだ?一体なんだ?もしくは、de quoi ça parle? de quoi ça parle? というのも、ちょっと砕けた表現ですね。何について話しているんですか?これが、de quoi s'agit-il と同じ意味です。続いて、Il s'agit de 何々の二つ目の使い方を見ていきましょう。まあ、これもかなり似ているんですけど、〇〇に関することです。まあ、さっきもブログの話で、ペギーのブログはフランス語とかに関することですの時に Il s'agit de を使っているので、まあ、すでに見たような例文ですけど、同じような意味ですね。〇〇に関することですとか、〇〇のことです。このことというのが今回はちょっとフォーカスしている部分です。類義語としては、せ何々というよりは、せたあぽぽで何々。あぽぽというのは、何々について話していること、何々に関すること、このことの部分をちょっと強調した言い回しになっています。例えば、j'ai quelques soucis ces derniers temps. Il s'agit de la santé de mes parents.J'ai quelques soucis. 私はいくつかの悩み、心配事を抱えています。どういうことかというと、Il s'agit de la santé de mes parents. これは、両親の体調に関することです。まあ、さっきの表現をすると、C'est la santé de mes parents ということも別にできるといえばできるんですけど、どっちかというと、C'est à propos de la santé de mes parents.C'est à propos というのは、何々について、何々に関してなので、私はいくつか悩みを抱えています。それは、両親の体調に関係することです。と言ってます。こういう時にも、Il s'agit de が使えます。他にも、ちょっと複雑な表現になりますけど、quand という表現と一緒に使うことができます。Quand il s'agit de manger, Peggy est toujours là. Quand il s'agit de manger というのは、まあ別に時間は関係していないんですけど、Quand il s'agit de manger, Quand il s'agit de という表現を一括りにして覚えてしまうと、これは何々のことになると。例えば、Quand il s'agit de manger, Peggy est toujours là というと、食べることになると。Peggy はいつもいます。こういう文になります。他にも、quand ではなく、dès que
このすぐさまを表すデクを使うこともできます。デキルサジドマンジ、ペギエトジョーナ。食べることになると、ペギーはいつもここにいます。つまり、まあ食べることになると、ペギーはもう、いざ参上、ペギーここにいます、みたいなことになりますってことですね。他にも、まあ、ネガティブな言い方として使うこともできますね。Quand il s'agit de travailler、例えば、仕事をするということになると、ペギーネジャメラ。ペギーはもういません。仕事をするという話になると、ペギーはいつもどっか行っちゃって逃げてます。Quand il s'agit de travailler, ペギーネジャメラ。Dès qu'il s'agit de travailler, ペギーネジャメラ。こういうふうに使うことももちろんできます。そして最後に三つ目の使い方として、il s'agit de 何々。これは何々の部分が動詞、まあ、かつ不定詞であった場合、何々をしなければならないとか、何々をするのが重要であるという意味として使われます。まあ、これは他の言い方とちょっと比較すると、だいぶ珍しい言い回しにはなりますけど、ニュースとか、こうかしこまった場では一応使われる表現なので覚えておいて損はないかなと思います。言い換えるならば、il s'agit de 不定詞というのは、il faut プラス不定詞と全く同じ意味合いになります。例文を一緒に見てみると、例えば、il s'agit de partir tout de suite。il s'agit de partir tout de suite。これはすぐに出かけなければならない。すぐに出立しなければならない。Il s'agit de partir tout de suite。この il s'agit de が何々に関してとか何々のことだみたいに覚えてしまっていると、il s'agit de partir tout de suite というのはすぐに出発しなければならないことについて何か話しているのかなと思いがちですけど、実は違います。Il s'agit de プラス不定詞というのは il faut と同じなので、Il s'agit de partir tout de suite というのは、il faut partir tout de suite と同じ意味です。ただし本当にこれは結構珍しい言い回しになるので、まあ、ペギーも実はあんまり使ったことがないし、まあ、街中とかで例えばこれを言われたとしても、すぐにリンクすることは難しいです。どっちかというと、まあ、il faut partir tout de suite の方が断然使いやすいし、断然フランス語では頻繁に使われています。他にも、例えば否定形で使うこともできますね。Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier。これは、ニュースの記事で見つけてきた文なんですけど、Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier というのは、交渉するふりをしているのではない。つまり、まあ、ちゃんと交渉しろという意味になります。確か、Brexit の話で、Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier というフレーズがなんか使われてました。で、場合によっては、ここはちょっと、prendre avec des pincettes という表現がフランス語でありますけど、これはピンセットで取るって意味ですね。これは、まあ、人が自信がない時に使う表現ですけど、まあ、ペギーはこの否定形の il s'agit de プラス不定詞に関しては、まあ、100% 自信があるわけではないですね。この使い方として。Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier というのは、まあ、新聞の記事には載っていたので、これを訳すとすると、まあ、交渉するふりをしているのではない、そういう場合ではないので、もうふりではなく、ちゃんと交渉しろという意味になりますけど、他にもおそらく、Il ne s'agit pas de faire semblant de négocier というのは、Il s'agit de ne pas faire semblant de négocier と表現することも可能です。まあ、どっちが自然なのかは、この表現が珍しすぎてペギーにはちょっと甲乙つけがたいですけど、おそらくどちらとしても交渉するふりをしているのではない。ちゃんと交渉しろという意味で使えるのかなと思います。それでは今回のまとめです。今回は、il s'agit de 何々というフレーズの使い方について見てきました。まあ、主に3つ紹介しましたけど、一番大きいのは、せ何々という表現です。il s'agit de 何々というのは、基本的にはせ何々と同じ意味の表現だと思っていただければいいと思います。
で、もう少し珍しくなりますけど、il s'agit de 何々というのは、c'est à propos de 何々。これは何々について話している。何々のこと。という意味として使われます。そして三つ目の使われ方としては、il s'agit de 何々。この何々の部分が動詞でかつ不定詞であった場合には、il faut 何々として使われます。まあかなり使い方がこうごちゃ混ぜになるかもしれませんが、一つだけ覚えるとしたら、il s'agit de 何々というのは、c'est 何々と全く同じ意味で、もう少し改まった、もう少しかしこまった場で使う表現だと覚えておけばいいかなと思います。それでは今回も Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。